ジンピットチャンネル始まりました。ケントでーす。ケントでーす。これ何か言われたらわかんないけど、これ頭蓋骨ってよく書いてあるんですけど、別に頭蓋骨の話するわけじゃなくて、僕は頭蓋骨小さくてすごくタイプで、ナナちゃんみたいな人がすごくタイプだから、頭蓋骨が小さくて笑顔が素敵な人がすごくタイプで、ナナちゃんみたいな人がすごくタイプだから、だから頭蓋骨変。はい。ということで、今日は何の話かっていうとですね、ナナちゃんはシングルマザーで、今6歳の男の子がいます。で、4歳から一緒に暮らしてる状態です。ずっとね、トランスジェンダーってこと言ってなかったんだよね。いつ言おうかなってタイミングを見計らってたんだけど、引っ越しのタイミングでカミングアウトしようと、ちゃんと言葉で伝えてあげようってことでカミングアウトしたんですよ。ちょっとこちらが想像してなかったような、そうね、帰ってきたので、そんなことを伝えてきたらなと思います。どうやって伝えたかっていうと、ちょうどね、テレビで LGBTQ を取り上げてたんですよ。で、ああそうなんだ、この子男の子なんだとか、この子もともと女の子なんだみたいな話をしてて、性別に関してちょっとびっくりするような反応があって、あ、このタイミングだったら伝わるかなと思って、ちょうどその日の夜にご飯食べ合った後に、大事な話がありますと、引っ越しする前にね、ちゃんと伝えておかなきゃいけないことがあると。性別を変更して今男の子になってるんだけど、もともと女の子だったんだよっていうことを伝えました。そしたら、なんだろうね、固まっちゃって、そう、一言目ね、言ったのが、難しいな本当に難しかったんだと思う、ただね、ちょうどそのテレビを見た直後っていうのがあったから、全く無知ではなくて、なんとなくさっき言ったようなことと、でも、もうみたいな、こうぐる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 、そうそうそう、彼の中で想像もしてなかったような衝撃みたいな、で、その前まで一緒にお風呂とか入ってたんですよ。で、僕陰茎形成のね、下の手術してないんでついてないんですけど、切開法って言って、僕子宮卵巣摘出、性別適応手術受けるときに、下腹部にこう横の12、3センチくらいの切開の傷があるんだけど、お風呂一緒に入ってて、これどうしたのって聞かれて、昔大きな手術してって、もう痛くないよって話とかしながら、なのでもうもろ体を見せてたのね。最初はトランスジェンダーって言ってないから、ついてなくてもともとないんだよじゃなくて、取っちゃったみたいなこと言ったんだよね。で、手術して、昔手術したから、でもちっちゃいのついてるよって言ったら、のれんみたいに毛をかき分けて、あ、ついてるねっていうところから、なんかついてるっていう認識のまま言ったんだけど、でも本当にまさかもともと女性だったと思ってなかったみたいで、相当びっくりしてたね。こうテレビで見た人がこんなに間近にみたいな感覚ももしかしたらあったのかもしれないね。そうね、その時はもうそれで話が終わったんですよ。ちょっとフリーズして、難しいなって言って終わったから、ね、あ、なんかちょっとやばいのかなって傷ついちゃったとか、ね、とか、あとは彼の中でちょっと分かんないからそのままでいいかみたいな形だったのか、にほりはほり聞くでもなく、彼の中でフェードアウトというか、じゃあ今日ここで終わりみたいな、空気のね、流れで、いや、どこまで分かってどこまでなのかも全く分かんない中で、ああなんかすごいなと思ったのが、その日の夜、何時間も経った後に、ケントのこと好きだからね、そうフォローみたいなね好きだよ、ケントのこと好きだよね、いきなり言い出したからちょっとびっくりしちゃって、なんか彼の中では大事なこと伝えてくれたっていう認識はあったみたいで、なんかうちの中でさ、ルールでさ、お話がありますって言うと、あ、真剣に聞かなきゃいけないみたいなあ、ちょっとちゃんと聞かなきゃいけない話だって、業務連絡だみたいな感じになるじゃない。お話してくれたっていうのもそうだし、なんか今回の話はすごく大事な話で、どう答えていいかわからないんだけど、何かいい言葉が出てこなかったんだと思うけど、大丈夫だからねみたいな空気で言ってきた、うん、でね、その後のお風呂がね、やっぱ子供もすごく気使ってるんだと思うんだけど、お風呂一緒に入るときに、さあお風呂行こう、男同士で行くかみたいなね、なんかちょっとどういう反応なのかわかんないけど、伝えたことによって何かギクシャクすることもなく、いつも通り変わらず過ごしてくれて、かつ大好きだよって ね、それだけを伝えてくれたので、いい方向なのかどうかわからないけど、まだ、伝えてよかったなとは。いや、多分いい方向だと思う。すっごい優しいと思う。なかなかさ、子供で返す言葉がない中でさ、ケント大好きだよって、でも大好きだよみたいなこと言えるってすごいかっこいいよね。いい子だよ。泣きそうになった。
なんか僕としてはパパになろうと思ってやってきたわけじゃない。どうでもいいやっていうような意味ではなくて、こう自分ができる範囲で一生懸命やろうとは思うんだけど、彼も4歳でね、一緒に行って本当のパパじゃないってこと分かってるし、なんか面白いんだけどさ、保育園のお友達の前だとパパって呼ぶ、でも家ではケントって呼ばれてて、自分で好きに決めていいよって、僕はどっちでも構わないからって、なんかなんだろうね、あの子供の本能で、その世間体じゃないけど、ああいうのってこう誰が教えたわけじゃないじゃない、でも子供ベースで自分で考えて、なんとなくで、なんとなくじゃないのかもしれないけど、自分で考えてこう反応するじゃん。あれは面白いよね。もう自分の意思があって本能的に動くんだなって。で、彼に伝えたのが、僕はママのことを愛してると、それとは別に君のことも心から愛してると、で君の幸せを願うってことを伝えたの。そしたらはにかみながら、わかったみたいなどこまで伝わってるかわかんないけど、一応言葉で伝えるって大事だよね。その子供だからって思わずに、しっかり言葉で思ってることを伝える。でもそういうのもさ、定期的に口にしなきゃわかんないよね。言わなくてもわかるっていうのはすごいおごりだと思うし、子供がわかるようなすごくストレートでシンプルな言葉って大事だなと思う。ということで、なんか家族ってさ、いいこととかさ、悪いこととか全部ひっくるめてのものじゃない、血縁関係関係なくいろんな家族がいるでしょ、なんだろうね、日本の家族のイメージってさ、こう家族団らんで、あったかい場所で白米と味噌汁とみたいな毎日温かいご飯をみたいなさ、お父さんお母さん、ね、兄弟がいて、犬なんかいちゃって、あれは間違いだよね、もうそもそもこうあのケースが当たり前で、あのケースが幸せだっていう刷り込みはやめた方がいいと思うんだよね、そうじゃない人たちいっぱいいるし、幸せな人もいっぱいいるし、そもそも家族って幸せなだけじゃなくて、苦しいこともあって、本当に家族だからイライラすることもあって、そういうドロドロしたところも含めて家族じゃない、なんだろう、見ないように蓋をするみたいな感じになってるのは良くないなと思うな、もちろんなんかカミングアウトを推奨してるわけじゃないけど、私たちの場合はオープンに話していけたらなと思った中での選択だったし、子供だからまだ早いからとかじゃなくて、ね、一緒にチームとして彼の意見も組み込みつつ、いろんな大事な話をしていけたらなとは思います。グッドボタンとチャンネル登録お願いします。お願いします。せーの、頭蓋骨ちょっとやってくれたちょっとやってくれたね、なんか進歩した感じあるなんで照れてるの、なんかちゃんも照れてるよ